ちらいわきに参りました。大変いわきにお世話になっておりますけども、今回はですね、じゃじゃーん、臨港です。東京の上野駅から1本でビューンとね、実はいわきって行けるんですけども、そこまで今回は臨港で来ました。今回走るところですね、今までいろんなとこ走ってきましたけども、前回は浜通りの中でもこの相馬エリア上の方をぐわーっと走ったんですけども、で前々回はいわき市内をね走りました。なかなかねクレイジーな人たちがいっぱいいたんですけども、今回はその上と下の真ん中あたりの浜通りをですねメインに走っていきたいと思います。福島県ね浜通りを含めたところをですねナショナルのサイクリングルートを目指すということで、今回もねその魅力を皆さんに伝えたらいいなと思ってやってまいりました。いわき駅僕実は初なんですよ。何回も来てるんですけど、まあ車でいつも来ちゃってるからなんですけども、こんな感じの雰囲気になってます。で最近このね左手にできてる B4T というですね、こちら駅直結のホテルとなっております。ここはねキャビンタイプと、まあ普通のね宿シングルタイプダブルとかいろいろあるんですけども、サイクリストに優しいホテルになっておりまして、先ほど僕ちらっと見させていただいたんですけども、めちゃくちゃすごい今時の洗練されたおしゃれな空間なんですけども、いわき臨港してシューッと来てサッと走って自転車臨港袋に入れずにそのままチェックインできるような場所になっております。シャワー300円ありがたいですよね、はい。でまあ感じでですね、これから臨港していわきから富岡駅までですね行きます。で富岡駅から南下してまたいわきに戻っていくっていう感じで、だいたいまあ50キロからまあもうちょっと走るかどうか、まあそんな感じのエリアを今回は紹介していきたいと思います。で今回の特別ゲストがですね一応います。今はいるかな、いた。じゃあリンダさん、リンダさん、リンダさんも来てます。イエーイ、はい、よろしくお願いします。台湾一周でお世話になりました、はい、ありがとうございました。リンダさん、臨港慣れてます。もうだって30何回目日本で、はい、はい、もう40回くらい超ベテランですからね、はいはい、僕よりも日本詳しいですから、ねが終わって富岡駅に到着しました。ここからスタートしてこれからね南下していくわけなんですね。でここはねサイクルステーションあります。空気入れとか工具とかラックもそうですけども、自転車に優しい施設がここにあります。これからまずですね学びの森っていうところスポットちょっと軽く寄って、でそこから桜通りですね。この辺りは4月になるとめちゃくちゃ桜が綺麗なんですよ。まあ後ろのね写真があるんですけど、めちゃくちゃ綺麗なんですね。もう桜特にシーズン終わっちゃってるんですけども、そこをバーッと走って浜通りですね、海辺をバーッと走っていきます。早速行きましょう。今日めちゃくちゃ暑いんで日焼け止め久々に塗りましたと。じゃあ皆さん出発します。今回は1、2、3、4、ケム兄さんも来てます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は釣りの師匠じゃないですねすいません、あの4人で写真、もちろんもちろんもちろん、3、2、1、オッケー、はい、ダニーも今日は来てますよ、ね、インスタグラムもフォローしてください、ね、オッケー、行きましょう。もう暑いっすか台湾は。台湾は暑い、今36ぐらい。おお、ちょっと暑い、暑いわ。じゃあ今日は超涼しいんじゃない。はい、今日気持ちいいね。とっても気持ちいいでしょう、はい、台湾は多分沖縄の感じ。あ、でも僕も台湾ちょっと走って思うけど、うん、やっぱり日本と台湾ちょっと違いますよね、うん、その雰囲気とか。はい、でも日本の運転手は優しい。優しいね前も言ってたよねそれね、はい、これ全部桜です。あ、なるほど、桜のトンネルになるんだ。へえ、トンネルみたい。これは全部桜になるんですか、すごいね。夜はライトアップとかされてる。めちゃくちゃいいじゃん、素敵なところじゃないですか。接待ライドには良さそうなスポットじゃないですか。あ、そうね、あ、ここで終了ですね。桜通り終了、ウォーミングアップですな。これリアルですね、めちゃくちゃリアルですね。地震の影響で崩れちゃったパチンコ屋さんですね。地震の影響を色濃く受けたところで住民の皆さんも避難してたようなところですね。でちらほらお店とかがたくさんあるんですけども、みんなやっぱり避難してそのままになっているところという感じでございます。今はもう全然あの走ることはできるんですけども、なかなかこう駐車場とか店の感じとかも見ると結構残ってるんですよね。この辺
辺では植林かな多分。ちなみに今走るところは結構交通量は多めのところです。このまま移動して多摩通りまでね向かっていきます。なんかこう考えさせられるような場所でございますね。今走ってるところは浜通りというところです。海辺来ました。ここは津波の影響をガッツン受けたところですね。両サイドに植林がされてますけども、今と昔は全然違うんですよね木村さんね。昔は漁港、住宅がここにたくさんあったと思う。あ、住宅がこの辺にいっぱいあったんだ。それがもう多分みんな流されちゃったんでしょうね、はい、でこの綺麗な道路と堤防もなかったと。そうそうそういうことですよね。ちなみにその浜通りはいわき市以外の浜の道を浜通りって言うんですよね。いわき市内が七浜街道祭っていう、そういうことですよね。そうそうそう、いわき市内 の浜だ。あ、七つの浜か、そうで七浜街道、七浜街道、はい、覚えておきます、勉強になりますまあ本当にこう震災後の影響でね作ったから綺麗なのは当然なんでしょうけど、めちゃくちゃ走りやすい、こんな、ね、自転車にはめちゃくちゃめちゃくちゃいいですね。前見てもらえば分かりますけどね、このリンダさんと宗像さんの道こんなに綺麗ですよ。細かなアップダウンはあるけど、別にそれなりに走ってる人だったら全く問題ないですね。そんな 10% みたいな坂は別にないっすね。あってもせいぜい 5% とかじゃないですか多分。今この後来る感じ、もうちょっとあるかなみたいな。甘く見積もりすぎましたちょっとまあまあまあ大体5ぐらい、大体ね、そうそうサイクリスト大体そんなもんですからね大体の大体結構幅広いですからね。七浜町、七浜、いわきの看板出てきましたね。茶色茶色大変ですね。あ、あの大変の藤井さん、ヒルクライムのためにちゃんと練習する。頑張って。はい。ここから海が見えます。わあ、素敵。あれは火力発電所だね。あ、火力発電所ですか、あれはね。ちょっとここはあの街並みというか下が見えるので。そこに自転車から手掛けて景色に伝えてみましょうか。あら素敵じゃないですか。あら素敵、あら素敵、めちゃくちゃ綺麗。うわ、でもこの綺麗さっていうのは、はい、津波が あっての綺麗さですよね、はい、でこれがあそう2021年東日本大震災で津波10メートル、10メートル、うん、10メートルの津波がもうちょうどこう見える同じところ、はい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 、ここに川が、この川がここにあって、うーん、あ、そこに来て、そこからこう来たんだ。で、ほらここに家とかありますね。家が、人の暮らしがそこにあったんですけど、全部ブワーって行っちゃったんだ。うわー、結構なんか今までで一番イメージしやすい場所かも、はい、今までなんとなく地図でって言ったけど、うん、これも目の前がもうそのまんまじゃないですか、うん、ちょっといろいろ考えさせられますね、はい、なのであそこに働けるところはあるけども人が住めないような土地にしておいて、うんうん、なるほど、はい、万が一また津波が来てももちろんいろんな木で守ってもくれるしすぐ逃げやすいような地域づくりを、なるほど、だから津波の前はすぐそこにあったってことですね。津波の前はこの辺りまで住宅が人が住んでたけど、うん、ここた、そう、また同じような津波がいつ来るかわからないので離れて高いところに住みましょう。なるほどね、向こうの方にこの家を作り直した、はいはいはい、いや今まで一番こうなんかイメージがしやすいこの写真と同じ、うん、大変なことはなったけどでもこの道は走る上ではめちゃくちゃ気持ちよさそうですね、はい、ね、風通しもいいだろうし、うん、綺麗な道路ができたのでそこから街づくりもしやすくなった。なるほどね、うん、まあポジティブに頑張っていきましょうということなんですね。そうそう、うん、ここはキャンプ場でもあるので、あ、ここがねテント張ったり、そう、あ、お風呂も入れる。あ、風呂も入れるんですか。そう、日帰り入浴、絶景キャンプ場だ、温泉もある、うん、週末はキャンプ場いっぱいですね。いやでしょうね、うん、すごいいっぱいみたいですよね、うん、いでしょう、うん、あとお正月の初日の出とか、うんうん、太陽のサンライズが、うん、めちゃめちゃいいでしょう、うん、
温泉楽しめて、子供はねアドベンチャーでキャキャして、うん、ワンちゃんも OK ってことですもんね。僕ら全部全部できるみたいなことです。まいったまいった、すごい。あれはバーベキューのあれはね食材、そうそう、すごいバーベキューの食材、はい、インスタントバーベキューの すごい。これあれは台湾絶対ない、絶対ない本当にすごいですね。みんなさんはこれが一番刺さりましたね。ラーメンもいけるよ。でも結構安いんじゃない。まあ安くはないか、まあでも普通ですね。ドヒエモン、ドヒエモン、ドラえもんじゃないですドヒエモン、ちゃんとあのペイペイもクイックペイも ID も、ね、全部できます。はい、はい、じゃあ行きましょう、行きましょう。ここもそうですし、先ほど言った富岡もそうですけども、ナショナルルートになるぞっていうんですごい頑張ってるっていうのはこういうところで顕著に出てますね。サイクリングに優しい施設をたくさん増やしてますね。ここも今までと同じようにトイレとか空気入れ工具あります。サイクルラックももちろんありますし、自転車以外にねキャンプ場もあったり、遊具もあったり、温泉施設もあったり、ランチもできたりということで、ここは週末はものすごい人気なスポットになっているそうです。もちろん絶景ビューということなので、日の出を見に来るお客さんもいるし、僕もちょっと小さな子供がいるのですごく良いなと思いました。いい施設でしたね。いい遊具があって子供たちが飽きない、温泉があってキャンプ苦手な奥様もバッチリね、すごく良かったですね。Jビレッジ駅。わ、さすが。コートが綺麗。半端ないな、これは。いや、海沿いいいな。わあ。すごい暑いと思ったけど、超涼しい。これ右にすごく可愛いトンネル。おお。本当だ。すごくないこれ。わあ。わあ。テトリスみたいになってるけど。あ、それが結露。はい。じゃあ。肉みたいですね。そうですね。一個食べれば一個なくなるかもしれない。カツオ。どんこの別撮り。カクちゃん。どんこの別撮り。我看一下我们。ランチです。やっと。やっとランチ。はい。30キロのトレーニング。トレーニング。ハヤテブートキャンプ。はい。三坂さんで今日はランチ。僕はどんこの定食。みなさんはエビフライと刺身の定食。スタートして30キロぐらいの場所になります。いただきます。おいしい。どんこはこの辺ではよく取れる魚です。うん、最高。うん、最高。うん、好吃。好吃。好吃。美味しいって意味です。うん、ちなみに飲み物は、好喝。好喝。ね、好喝。好喝。それだけです。台湾一周して覚えたこと。まあ午後も頑張っていきましょう。はい、美味しかったです。三坂さんね、サイン書いちゃいました。皆さんぜひ見に来てくださいね。はい、バスバスと。ランチを食べ終えて、これから浜街道から七浜街道に移動です。移動というか入ります。七浜街道の一番北側ですね。あら、面白そう。レトロですね。はい、到着。おお、相変わらず安定の美しさですね。ここからが七浜街道のスタート地点、終点でもあります。久野浜というところになります。見ての通りめちゃくちゃ美しい場所になってます。隣にね、太平洋がねバーンとこう出てますけども、こっち側に植林ですね。
来るたんびに大きくなってますね。僕が来るたんびに。津波の影響の大きかったところなんですけども、堤防を整備してどうせなら生かそうぜっていうんで、サイクリングロードとかね、ランナーの皆さんが楽しめるような環境づくりができてますと。でここ七浜街道、この久野浜ってところからずーっとこんな感じの道が続きます。この雰囲気の道がずーっと続くので、めちゃくちゃこう走りやすいんですよね。当然車もないですし、海がすごく綺麗ですし、走っていて気持ちのいい場所になっておりますと。午前中の道もそうですけども、まあ、午後もねこんな感じで海沿いを楽しく走れる、そんなような感じ。ここも一応ね、奈良浜街道のサイクリングロードになってます。矢羽根がね通ってますけども、速度出してこうトレーニングしたい人なんかはここの道の方がおすすめですね。さあ来ました、有名どころですよ。間もなく見てみてください。はい、弁天島です。まあ有名なスポットですね。自転車は行けないけど歩きだったら結構近くまで行けます。要はあそこまで持ってったわ。自転車持ってくのには必須以上の場所ですよここは、はい、カメラも重いね。え、カメラも自転車も持ち込みは必須以上でございます。さあもう何度目でしょう、ワンダーファーム。今日はリンダさんがいるのでご案内も兼ねては来ております。ここが全部トマト狩りができるスペースですね。知らない人もいると思うので、そのあたりのご説明もしっかりします。到着、ワンダーファームです。ここがワンダーファームです。僕は何度か来てますし、こちらがその農園のボスです。元木さんです。元木です、よろしくお願いします。彼もスペシャライズド大好きな、ほぼスペシャの人ですねもうっていうサイクリストですね。スペシャの回しもんじゃないかって最近言われてますっていう感じでサイクリストなんですけど、今はこのワンダーファームでトマト狩りだったり、はい、キャンプだったり、あとはバーベキュー、ね、まあ、ちょっとブルーベリーも作っちゃったり、ブルーベリーも作っちゃったり、はい、そんな感じでいろいろ手広くやってる方でして高速出てすぐですし、なんといっても売りはあれですよね、やっぱトマトですね。トマト狩りですね。いちご狩りとかはねよく聞きますけど、ね、はい、トマト狩り、はい、ビッて取ってそのままいけちゃう、そのままいけちゃうっていう、めちゃくちゃうまいんです。うまいです、今の時期一番うまいです本当に。今日はリンダさん初めてなんで、はい、もしかしたらトマトねちょっと食べてみるかもしれない、はい、食べてみましょう。食べ放題、ブルーベリーもだけどメインはトマト、トマト、ね、あ、トマト、すいませんワンダーファームのメインどころといったらやっぱトマト狩りでございます。ここはトマト狩りができる場所で、こういう袋がもらえます。この袋の中に入れて持ち帰りもできます。トマト狩りしながらちょっとお腹いっぱいだなって言ったら、この中に詰め込んでお家に持って帰る、そんなことができると。うちの娘トマト大好きだから連れてきたらもうとんでもないことになっちゃうそうですけども、まあ来月だったら行こうかなと思ってるんでね。まあ早速ではちょっとどんな感じかちょっと見せていきましょうか。品種がまたいろいろあるんですね。なんかおすすめとかありますかね、取り方、あの今日収穫しないで残しといたから。ああ、そうだったんですか。この辺がホットというところですね。取り方とかあります？取り方はもう本当にピッて、ピッて普通にやるだけで、はい、もうクイッと、はい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 、乗っかってれば OK、 乗っかってれば OK なんですね、はい、なるほど、わかりました。じゃあちょっと失礼します、うちのチビのために。なるほど。どれどれ。フランス映画という感じの作品でございます。8歳の娘を何者かに殺害された主人公のアルベール・パシュレは、うまいっす、冗談抜きで本当にうまいっすわ。もうね、野菜じゃないっすね、野菜なんだけど、フルーツっすね。ほんとトマトってこんなでかくなるんですね。つみつみしていきます。よっこら、おりゃ、ね、うわー、これ楽しいですね。甘くて酸味はちゃんとあるんだけど、バランスはいいですね。ここはアルルだっけな、うん、たまにありがちな青臭さみたいな。うわ、マジでナイス。よっしゃ、最高でした。道の駅は閉まるまであと、多分8分ぐらい、ね、今回はね、いろんなところをスポットとしてご紹介してるので意外に時間かかってんだけど、道の駅はどうだろう、間に合うかな。6時閉店でんですが、無事間に合いませんでした。はい、なんですけども特別に開けていただいて、ちょっとね
なんかいろいろ見させていただきましたけども、道の駅うつくらなんですけども、こちらでは道の駅らしくですね、地元の食材、野菜だったりとか、海産物ですね、たくさん置いてありますけども、おすすめはやっぱりですね、メヒカリとか練り物、ウニ味噌とかですね、かまぼこなんかも地元のものを使ったものが豊富にございますと。お土産買うなら結構おすすめですと。フードコートとかもあるので、サイクリストとかね、ここまで車で来て、道の駅に止めて、浜通りとかね、奈良浜街道を走って、こう戻るみたいな、そんな走り方もいいんじゃないかなと思います。で、もしも何かトラブル、その他もろもろあったらですね、道の駅を作らといったら、隣にあるですね、あそこです、皆さん。ね。無限にしたら、四つ倉の海に沈められちゃう、あそこに行かないといけませんと。ということでね、この後軽く紹介します。まあ、位置的にはね、すぐそこです。ぐるっと、こう、あそこです。あ、こんにちは。うん、ハンバーグ屋さんなんてありましたっけ？これ、あの、隣で最近始めた、うちじゃないですけど。ああ、そうなんですか。そう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 。うちのマロンくんです。マロン。来ました。兄貴のお店ですね。ハヤテサイクルです。そうです。はい。じゃあ行きましょうか。ありがとうございます。あっさりすぎ。サイクルさんでした。じゃあ、帰りましょう。つって。レンタサイクル、バイクのトラブル、何でもござれ。ローラーもできます。ケンタのサインも置いてあります。置いてあります。美味しいジュースもあります。はい。で、すぐそこに四つ倉の海岸がありますよと。これはあれですかね。新しく設置した。新しく設置された。なるほどね。物ってもらってますね。ブラン。本当ですか？いやいや、いやいや心配ですけど。大丈夫。世の子供たちが怪我しちゃもらっちゃ困るんで。一応ね。寂しい。二児のパパとか。はい。ちゃんと壊れないかテストしますよね。おっ、ちょ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 。おー大丈夫ですね。ちょっといやいや若干あの左に反れる傾向があるんですけど。そっちだからね。室内もじゃあちょっとアップデート入ってるか見ましょうか。失礼します。ちゃんとありますね。ローラーもあって、漫画コーナーもできてる。岩ペダがありますね。そう設置したんです。ちょっと疲れた時はここで漫画でも読んでください。はい、これあれですよね。下手したらここで集合して漫画読み始めちゃって、いつまでも出発せずに、はい、そのまま夕日を迎える人もいますね。ドーナツ食ってある。これお菓子パーティーとか始めるの。絶対出発せずになんか今日もういっかみたいな。わーって吐けるやつ。ヘッドキャップもね。あ、ケンタのヘッドキャップまだね残ってたんですね。はい、おかげさまで150出ました。おトータルで。ありがとうございます。はい。ここでは実際につけることもできて、試してから買うことできる。質感とか、ね。はい。エンドキャップが間もなく完成ということで、こう来て。はい。じゃあ、はい、帰ります。はい。もう今日寄りすぎですからもうね。帰りましょうもうね。残り10キロぐらい。10キロちょいくらい。今日は新米湖ハイツ。はい。じゃあ行きますか。行きましょう。はい。レッGo、あと30分で日没だよ、はい、帰るよ。あ、平和な平和なサイクリングロードで帰れるんですね。はい、いわき奈良浜街道サイクルルートでござんす。木村さんは戻らないんですか？最後までアテンド魂はすごいな。僕らを僕だったらすぐ帰っちゃいますけどね。じゃあ皆さん今日帰り気をつけて。パパはね、これがおもてなしの精神ですよ。ヒュー、ヤッホー、ヤッホー。うわー、気持ちいいな、ほんと。さあ、ゴールです。はい、新舞子ハイツ到着。今日の宿です。毎度おなじみですね。いや、めっちゃいい色してるよ。そう、今ねすごいこう夕焼けが綺麗なんですよ。ちょっとちらっと行けますね。とっても今いい感じなんですよね。いつもお世話になってるサイクルステーションともなっていて、自転車に優しいお宿、この辺のブルベの拠点ともなっているザ・サイクリストホテルでございます。よっしゃ、疲れた、行きましょう。はい、いい感じですね。無事に到着です。
ご飯食べてきます。ハッピーバースデーツーユーワールドおめでとう、イエーイ、おめでとう、初めて福島で誕生日、わーせーの、あー